おはようございます。速稼塾の子です。まあ、今ね、速稼塾の中では YouTube が花盛りでございます。まあ、世の中的に見ても YouTube に芸能人の方がね、嵐とかね、それからオリエンタルラジオの田中さんとか移行していったりとか、 YouTube っていうのはやっぱり個人で活動するとですね、ものすごくね、収益が芸能人の方も上がりますし、その他の政財界の方、経営者の方、そして普通の人に一番チャンスがある世界だなと思うわけなんですよね。で、私もこれからどんどん YouTube を使ったらどんなことができるよと、YouTube にとってどんな可能性が広がるよってことをね、広めていこうかと思います。まあ、かくいう私もね、 YouTube で身を立てた人でいいんだと思うんですよ。まあ、ただね、知られてないことかもしれませんけど、私 YouTube をメインの軸にする前はアフィリエーターですからね。アフィリエーターで数千万の資金を作って、億という金額に達して、その後隠居するつもりで YouTube やったら、こっちもブレイクしたというね。まあ、まさにね、タイミングが良かったなと思うわけですけども、今日は皆様にね、速稼塾の中でも新規YouTube クラブの参加者さんの、これ自己紹介動画参加、ご紹介したいと思います。なかなかこれはね、作り込んでますよ。すごいかっこいいですよ。まあ、でもね、皆さんにチャンネル登録していただいて、このね、自己紹介動画ちょっと20分ぐらいあるんで、全部をいきなり見れないかもしれませんけども、ちょっと見ていただいてね、編集の参考にしていただいたりとか、それから仲間作りにしていただければと思います。とりあえず皆さんにチャンネル登録をちょっとね、していただいて、参考にしていただければと思います。そしてですね、その他常連さん海老名のりっちゃんね、アビリエさんね、 N 国党のことについて演説を聞いてですね、感想を持ったよってことをお話しております。それに対して私の返信もしてますので、合わせてご覧ください。そしてミスターマイアミさんですね、マイアミからコーチに来てまた活動されるそうなんですけども、 YouTube の進め方について私がミスターマイアミさんからのお問い合わせに返信しておりますので、ご覧ください。その他 FX の有名講師ヨシックスさんが YouTube でチャンネル登録者数を1000名超えたっていうのは、まだ皆さんね、記憶に新しいことだと思いますけども、そうなったらね、人気の投資家の FX じゃないよ、これ何だったっけな、株でした、すみませんFX って書いちゃった、株のね、人気 YouTuber さんを集めたポータルサイトにこの方が掲載されてるということでね、こうちょっと株って書きたいとこ、はい、まあ、皆さんもね、励みになるんじゃないかなと。チャンネル登録者数さんが増えたりとか、影響力が増えてくると、いろんなところからね、引用されるようになります。各有私もですね、まとめサイトを作ってくださる方が結構いらっしゃって、まあ、自分の名前で検索することはないんですけども、教えてくださる方がいてね、ありがたいなと思っております。まあ、そんな感じで、今日はね、YouTube 花盛りということで、4人の YouTuber さんかな、4人の YouTuber さんを順番に紹介したいと思います。まあ、一番最初に紹介したいのは、最近ね、先日速稼塾に参加されて、すぐに YouTube のチャンネルを開設されて、そこで放送されている方です。もう私今再生してみると、もうすでにね、視聴者数が12になってるんですよ。ということは、この方はね、やっぱりインターネット使っていろいろ活動されている部分もあったのかなと。それで新しいチャンネルを作られて、速稼塾用のということだったのかなと思いますけど、その辺もこれからね、分かってくると思います。まあ、ご覧いただければ幸いでございます。それではですね、この今回ミスター M さんというんですけど、ミスター M さんが参加したことに伴いまして、私からのね、プレゼントを皆さんにお伝えしようと思います。やっぱりね、世のため人のためになりたいと言っても、具体的にこの分野であなたの役に立てますよってものがあると強いんですよね。そういうものがファンを作っていきますし、チャンネル登録の動機になっていきますね。私の場合は、まあ、お金に関するね、お得な情報をお伝えできるのが一番簡単な、私のね、提供できる方法かなと思います。あとはまあ、考え方とかね、コミュニケーションの方法とか、そういうものですけども、今日はですね、ふるさと納税のなんかすごくいい使い方をね、紹介したいと思います。さあ、ふるさと納税どういうふうにタイトルつけるかな。ふるさと納税で返礼金プラス寄付金額 20% 分の Amazon ギフト券を出す自治体の皆さんへのね、密告でございます。密告って言ってもね、まあ一般公開されてるんですけども、ただ皆さん普段ふるさと納税に意識向けてます？私はもうふるさと納税にも意識を向けてるわけなんですよ。だからね、お得な案件があるとすぐにね、あ、これ人に話したいなと思うんですよね。はい、まあ、ちょっとこれからお話しますよね。泉佐野市というところがあります。ここの爆益返礼金も終了してしまいましたね。皆さん泉佐野市ご存知ですかね。ふるさと納税の返礼金むちゃくちゃでかかったんですよ。で、還元率が最近厳しくなってきました。あまりにもね、利益供与じゃないかっていうふうに噂されてるんで、あまりにも激しい返礼金っていうのはね、ちょっと禁じられる方向にあるんですけども、ね、昨年に比べると結構そういう影響でね、今年は
ふるさと納税の お得感というのはちょっと薄れてきたんですけども、まあ、現状でね最強の自治体はどこなのかなということをお話しできると思います。これがねふるさとプレミアムというふるさと納税のポータルサイトがあるわけなんですけども、ここで探すことができます。こちらの寄付金額の 3% アマゾンギフト券で還元するキャンペーンを行っているんですが、まあ、その中でですね、岐阜県の蟹市っていうところがあるんですよ。こういうふうに書くんですけどもね、蟹市への寄付に限りなんと 20% のアマゾンギフト券が還元してくださるんですよね。10月31日までですけども、だから今月末までなんですけども、ね、ふるさと納税ね、税金の支払いの多いなと思われる方はふるさと納税で蟹市ふるさとプレミアムの蟹市を選んでみてください。そうすると 20% のアマゾンギフト券の返礼があります。現状これが最強でございます。まあ、蟹市の、ね、返礼品っていうのは飛騨牛などを含めて人気の商品もあるんですけどもね、これにプラスして寄付金額の 20% 相当のアマゾンギフト券ですよ。私もここにね何発か入れようかと思いますね。まあ現状最強なのここかなと思いますんで、今日はですね、ミスター M さんの YouTube 参加に際して、このふるさと納税に対するですね皆さんにお得の提供をしようかと思います。ただね、ふるさと納税って普段意識なく過ごしてるじゃないですか。でふるさと納税がどんだけすごいかってことを、まあ、3年ぐらい前にね私も理解したわけなんですよ。広島でふるさと納税のスペシャリストさんが速稼塾の塾生さんから生まれてね、今福岡いたりとか広島来たりとかしてるんですけども、その方がふるさと納税むちゃくちゃ分かりやすく解説してくれて、すごい人気のねセミナーをずっと繰り返してくださったんですけども、ここでね私ふるさと納税のことを理解して、それから地道に使ってますね。むちゃくちゃ得です。ふるさと納税使われてない方本当にもったいなくてしょうがないですよ。でもう派手にね iPad をあげるとかね、なんか土地をあげるとか結構あったんですよ。で今は加熱もちょっと収まってですね、現在蟹市こちらが最強でございます。ぜひ皆さんねお調べください。そして利用してみてください。YouTube の方皆さんね今日はいっぱいお送りしますので、ご覧いただければよろしいかなと思います。それではよろしくお願いします。